はい、皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。これ、まあ結構前、もうなんだろう、発売されて結構経つと思うんですけど、なかなかちょっと手が出せなかった、多分美味しくないと思ったからだと思うんですけど、見た目、これ色なくてよかったんだっていうので、ちょっと買ってみました。コカ・コーラ、この透明なやつ。と、コカ・コーラクリアか。ゼロカロリーだそうです。ゼロとはどう違うのかわかりませんが。ちょっとご飯食べようと思うんですけど、それ用に、ちょっと買い物行ってきたんで、ちょっと買ってみました。ということで、お、コーラの匂いがする。普通のコーラに比べたら、そうですね。やっぱコーラゼロとかあのあたりと同じっちゃ同じなのかなと。じゃああれですか、あの黒にしてる意味はないってこと？ね、別黒じゃなくてもできるってこと？まあ着色してるってことなんでしょうけど、なんで黒なのかな、逆にちょっと気になるよね。なんで透明なんだこいつ。なんだっけ、紅茶？午後ティーだったっけ、あれが透明なやつがあったじゃないですか。まあちょっと味薄いとかいうお話だったんですけど、まあこれも若干薄いですね。けどそれ以上にやっぱり透明って違和感あるよね。わあ。ねえ、まあまずくはないし、まあコーラっちゃコーラなんで。じゃあ今からご飯いただきますんで、今日はここまでです。それでは。